はい、今回は謎解きバトルトーレをやっていきたいと思います。で、この前洞窟の間レベル2行ったんですけどね、クリアができませんでした。ということでね、本当はなんか次回洞窟の間やるって言ったんですけど、やっぱその前にトロッコの間をやっていきたいと思います。じゃあやっていきましょう。ちょっと変えました。まあ最後らへんにもう一回、最後らへんっていうか最後に洞窟の間に行きたいと思います。じゃあ行きましょう。いけるかな、これも。きた、いいジャンプね。あー、一つ飛んで忘れた。よし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 。これ飛ばないといけないんだよね。あ、取るの忘れた。やっば。あ、やばい。うお、取るの忘れた。じゃあ次はメダルとか取ろうかな。もう一回。よし。で、どっちにメダルがあるんだ？あっちにはないね、多分。こっちにもわかんない。あるかな？よしよしよし。あれは無理だね。で、あとは、ちょっとゴールして、時間が余ったら一つだけ残してもう一回取りに行きたいと思います。職業の名前。なんだ？検察官。警察官。あ、よしよしよし。警察。よしよしよし。まだ大丈夫。いけるいける。よし。じゃあ行きたいと思います。もうスピードアップで。あと5個取りに行きたいと思います。最後の右なのでね。確かこれで全部だと思うんですけど。あと行ってないところをちょっと回ってみたいと思います。まあ、ここら辺になったらちょっと緩めで行こうかな。よしよし。よし、オッケー、取った。これで多分全部オッケーだと思うんですよね。よし、オッケー。で、最後にこれを置きたいと思います。よーし、クリア。警察官でーす。チャレンジ成功。2つゲット。おー、では、さらにオールコインゲット。はい、ということで、できました。トロッコの間レベル2。2つゲットですね。オールコインゲットとチャレンジ成功です。初かな。いやー、素晴らしいプレイだったね。まあ、ということで、次回、洞窟の間か、地下水路の間。地下水路の間はちょっとね、難しいんですよね。前の地下水路の間、レベル1でも結構苦労したんですよ。だから多分もう一回洞窟の間かな、次回は。まあ、ということで、今回はここまでにしたいと思います。見てくれてありがとうございます。あと、チャンネル登録もお願いします。では、さよならー。